じゃあ股関節と股関節周りをほぐしていきます。じゃあ最初は左足を前に出していただいて、そして姿勢はまっすぐキープ、まっすぐの状態でこのままグーッとこの骨盤を下に下げるように右側の股関節を伸ばしていきます。そうです、前側です。10秒間いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。じゃあ次は今の状態で腕を下から入れていただいて、少し外に押すようなイメージで同じように前に体重をかけていきます。次は左側、左の股関節を伸ばすイメージでぐっと体重をかけていきます。10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではそのままかかと同じ位置に置いていただいて、後ろ側にぐーっと持っていきます。裏側を伸ばしていきます。そのままできるようでしたら前に返りかけていきます。裏側もすごい非常に重要なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。1回終わっていきます。ではそのまま前の左足を90度で倒していただいて、そうですね、90度、右足も90度ですね、伸ばしていただいて体をまっすぐにしていきます。そのまま前に倒していきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次はこの右足をもう少し後ろに伸ばしていただいて、全部イメージはもう一度裏ですね、裏内側のピンを伸ばしていきます。前に体重をかけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。戻します。じゃあこれを反対側を行っていきます。最初はこの姿勢が大事な姿勢、まっすぐ伸ばしていただいて、このままぐるっと体重骨盤を少し前に戻していきながら伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。腕入れていただいて、そして外に押しながら体重かけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そのままかかと同じ位置で後ろを引いていきます。そうです、この前を上げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。つまっていただいて、今しこっていただいて90度、体はまっすぐ向けていただいて前に倒していきます。お尻の外側、股関節の外側伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。左足後ろ伸ばしていただいて、もう一度同じように前かけていきます。次のイメージはこの裏、外側、内側、自分の硬い方が伸びていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
以上で、ありがとうございました。